私は沖縄県知事の中今博一と言います。年齢は1939年8月19日生まれですから、もうしばらくしますと満72歳になります。魅力というのをまず第一に我々は誇りとしてますし、これを PR したいと。海の透明度っていうのはね、世界で1、2らしいんですよね。そしてそういうこと、それから希少動植物がある。でどこでも世界遺産になりうる価値があると。沖縄の非常に希少な動物植物がまだある。これは陸の上にも海の底にも、いろんなサンゴとか海の中にもある。世界人類が大体共通の目的とするね、長寿というのをね、やっぱり世界に紹介したいと。でその原因についてね、そういうあたりをぜひ皆さんに知ってもらいたいと思ってるんですよね。寝たきボケで長生きしてもしょうがないじゃないですか。それを私は言ってるんです。ですからクオリティオブライフが高い状態で生きるためにはどうするかっていうと、普通のこの何ですかな、メディカルな問題だけじゃなくて、ソーシャルな問題、メンタルな問題、スピリチュアルな問題がありますよと。したがってメディカルだけじゃなくてね、その社会学とかソロチオロジーとか、あるいは宗教学とか哲学がつくとか、全部哲学とかはじ合わせて初めて長寿が分かるんじゃないですかということを言いたいんです。神谷由紀ですね。今年100歳になります。友達ともよく会います。いっぱいいますよ。なっとしつって、よーとん。いい。いい。でやちゃんでや。写真写ってやはって。へいへいへい。何回行ったのかい。先なるね。先なろう。先なろう。先なって。はい、改めておはようございます。はい、はい、元気ないね。おはようございます。はいはい、はい、今日もね、まあ一日こちらの方でまた楽しんでくださいね。はいはいはい、食事もいただきながら、またリハビリね、体操、うん、オールも入ってスムーズにすれね。今日ちょっとアイビカディしてるよ。いやいやいや。はい、よろしくお願いします。はい、ひろこさん元気？若いな。若いんでね。
笑いっていうのはですね、気分を非常に高揚させる作用を持ってるわけでしょ。ですから、なんかの楽しいことをやると、歌でもいいですし、あるいは踊りでもいいですし、誰かと喋るのもいいでしょう。楽しいで過ごす笑いっていうのが精神の高揚を持ってくるから、精神の健康につながってくるんじゃないかなと思うんです。ですから、他の役割を持ってですね、生きがいを持って、生きがいというのは大事だと思うんですよ。それを持っていけば社会的健康が出てくる。それは次の魂の健康につながってくると思うんです。Alors, il faut bien différencier le processus de vieillissement lui-même et les pathologies liées au vieillissement, en sachant que tout est lié, c'est-à-dire que ce processus de vieillissement va entraîner l'apparition de pathologies liées au vieillissement. Alors, le processus de vieillissement, c'est le stress oxydatif, c'est l'inflammation, qui vont favoriser également ces maladies neurodégénératives ou dégénératives par ailleurs. Alors, un point qui est important, c'est la non-utilisation de nos capacités. C'est-à-dire que quand une personne qui devient âgée ne fait plus quelque chose, elle en perd les capacités à le faire. Et ça, c'est un élément très important qui va lui-même aggraver ce processus de vieillissement. Donc, on a un processus qui est biologique, qui va être associé aux facteurs environnementaux. かかずかずです。100開けちゃう全然見えないね。大正3年あ大正3年じゃあ、玉寄せ、お父さんより2つした。あお父さんも頭はしっかりしてるからさ。そうそうそう、こんなしも楽よ。うん、ぎっしりですよね。1番、かかずかずさん。はい。もうちょい、もうちょい、もうちょい。もうちょい、もうちょい、もうちょい。どこ行った面白くん。はい、かずさん、こっちから、はい。はい、2回目。惜しい。はい、3回目よっしゃい。ピースしてピース。大丈夫 ?OK。もう一回やりますOkay、まあね、朝起きたらお茶を沸かして、祖先の前にお供えをしてから、こっち来るのが楽しみです。もう多分全部ね、私は、この東京園に来てから18年目になりますので、もうみんなお友達なんです。カズさんとヒヨさんとスミさんはサラさん誰に
あの大型1号車1号車1号車はい、1号車中竹さんは1号車はい、ね、おいやこうバイバイ、ありがとうございました。ばあちゃん、さよなら。はい、行こう。どっちから行く？アモルさんから行った方がいいね。友達巡りするんだったらもう。ご先祖様と話を愛用する。そうすると自分のわだかまりやなんかはそこで全部吐き出すことができる。精神の健康にもつながるでしょう。魂の健康には大いにあると思います。自分の役割が、その人の役割はですよ、90になっても100になってもいる、あるってこと。しかもご先祖、あの世に行ってもですよ、またご先祖に会えるわけですから、あの死ぬことに対しての怖さがないですよね。私中本正弘73歳こちらは僕の祖先の仏壇です、そこにはうちの母および兄、それから兄嫁、それから僕の家内美佐子も入ってます。また祖先も300年代々こちらに祀られています。生まれは沖縄那覇市首里です。この城下町のところ、今のところにもう300年親代々祖先からそのままつないでいますね、氏族として、祖先はお城に勤めていた侍ですね。今お墓に向かってますが、そこは王様からいただいた御平楼墓というんですね。つまり国王が作ってくれたものです。あの、こちらはですね、中本家の先祖代々のお墓で、家族構成は息子4名で、一緒に住んでいるのは次男夫婦、三男夫婦、四男夫婦です。そうですね、この世で一番美しいの家庭愛はじゃないですか。家族がみんな仲良く楽しく過ごすことが一番僕は美しいと思いますよ、ね、じゃあはい、弟こっち寄るか。はい、雨降るね。雨降ってきたね。違う？四男おさもとみちおさん。みちおさん。ゆうきちゃん。ゆうせい。はい。温度。はい、おめでとう、おめでとう。はい、頭で
あっち走ってきて。見て、あっち走ってきて。これどうだ。ほら。沖縄の長寿っていうのは歴史的な背景とそれから地理的な背景っていうのが一番大きいんですね。まずは歴史的な背景といたしましては、中国との交易があったということが大きくて、それで沖縄の長寿食料理法っていうのは相当中国漢方の影響を受けてます。また地理的な背景といたしましてはいうことで、沖縄は薬草の宝庫とまで言われるくらい長寿との関係が大変深いんです。ですからそういうふうな植物食べ物をうまく料理をしたというのが先人たちの知恵だと思います。僕の名前は宮里博士と申します。年は75歳、農業を営んでいます。口は僕の家内の雅子です。雅子です、どうぞよろしく。ゴーヤ花から今花持ってるでしょ。ゴーヤ花咲いてるでしょ。これからだんだんこう大きくなります。こうして、この5来ぐらい大きくなったら収穫して食べるの。小さい時はもう苦くて食べられない。スモールだから、苦いんですね。苦味があるんですけれども、その苦味の成分、私ども組成分と言ってますが、この苦味の成分に人間の心臓に効果のある、心臓を強くする効果のある成分がもう発見されております。そういう意味からも沖縄の人たちが大変こう長生きをするという要因になっているかなというふうに思います。これが沖縄のキュウリです。赤いキュウリ、はい、これが沖縄のアップルマンゴー。ほら、ちょっと早いですね。これまだ、これが上等だが、ここはもう半熟ですね。これ、どうも私ね、向こうに3名います。3名のベビーがいるから、みんな朝取ってから分けてみんなあげてる毎日。俺もしない。これも家族で、もう農薬で作って、これ食べてる。まあ気候的な面からですね、沖縄の薬草はビタミン C だとか、ビタミン A、カロテンなどの含量が大変高いって言われてます。でそういうのは抗がん作用を持っていたり、それから私たちの体を丈夫にするという成分が含まれてますので、沖縄の豆腐は作り方が本土、日本本土と違うんですね。生搾り、そしてイソフラボンが含量が大変高いというのが特徴的なんです。ですからイソフラボンの高いのを食べますとね、更年期障害だとか女性ホルモン用の働きを体内でいたしますので、沖縄の女性が大変丈夫だということが分かります。はい。
沖縄は、まあ、小さい島国なのでその分たくさん、魚がいます。その新鮮な魚を、まあ、昔から食す食べることによってみんな沖縄県民も、まあ、低カロリーですし体にいいということで新鮮な魚を多く食べてきました。まあ、魚介類も含めて全てですね。小さな島なんですけど魚はたくさん取れます。それをたくさん食べてきたんで、まあ、まあ長生きできるという沖縄は。沖縄はあのご承知のように戦後あの、まあ、米軍統治下にあって、そして27年間ずっとあの日本の県ではなかったわけですね。米国の中にありました。ですからそういうこともありまして、大変アメリカナイズされるのが早くて、そして長かったと。それで欧米の、あのファーストフードだとかそういうところが増えまして、もう沖縄でも結局は現在では日本一のメタボということで、20歳以上各年代、もうどの年代をとっても男女どちらも日本一のメタボなんですね。Alors, ce qu'on a pu comprendre facilement, c'est qu'est-ce qu'on a besoin comme nutrition pour rester en vie demain ou la semaine prochaine. Ça, on le sait. Par contre, ce qu'on ne sait pas, et c'est un enjeu essentiel, qu'est-ce qu'il faut qu'on mange exactement pour prévenir ces pathologies liées au vieillissement. Donc, on y travaille actuellement. Et autant la nutrition est indispensable pour vivre, c'est-à-dire si on ne mange plus, on meurt. Si on mange très peu, on va avoir vite des complications. Autant il nous faut découvrir, et on y travaille, quels sont les aliments, quels sont les nutriments qui vont nous permettre de retarder l'apparition de ces pathologies liées au vieillissement. はガジャフジコです。年齢が77歳。仕事は料理人です。カナの店主です。現在2人で、娘が1人アメリカに嫁いでいます。イラブ汁にとってはあの沖縄独特ですね。琉球王朝時代からずっと、はい、食材そのものがあの高価だ。料理は確かに難しいです。イラブ汁そのものにですね、昆布の溶度分が大事です。それからあの豚肉は豚足に限られます。はい、炊き込んで煮込んでいくので吸収が早いから、あの即効性がもう食べながら反応が返ってきますので、血液の浄化、解毒作用が強い。だからあのたくさん薬を投与されている人たちにとってはとてもあのいいことなんですね。お肉をあの茹でてっていうか炊く、それで、あの1時間するとアクが上がってくる。そのアクをあのいいっていうのは、今のようなオーブンでやった料理とは違うでしょっていうことを言いたいんですよ。でそれで出来上がった料理の白いあの部分っていうのはコレステロールじゃないですよ。今の人たちはみんなコレステロールばっかり食べてんだけど、
それじゃなくてですね、エラスチンとかコラージェンというものがたくさん残ってる。だから同じものを食べても今の料理の仕方と昔の料理の仕方は違いますよと。やっぱり沖縄料理は理にかなっています。美しさには欠けてますけれども、体にいいという料で工夫して、イラブは今でもそうですけど、産前産後お嫁さんがおめでたすると必ず食べさせて、で、綺麗な赤ちゃんが生まれる。料理をする理由、私が料理をする理由は、ただ食べさせてあげたい、喜んでもらいたい、そして元気になってほしい、それが理由です。まずこれ、イラブの真珠は先に上がってくださいね。西洋の料理を学んだということも、食べたって言いますかね、ということもいい結果になったんではないかなと思いますが、ただ一つだんだんこうやって年を重ねてもう80近くになりますとね、インプリンティングって言いますかね、刷り込み現象で幼い頃に食べたものがもうプリント、私の体の中にプリントされておりましてね、やはり昔に戻るって言いますか、もう年を取った人が食べるような野草、薬草、苦いものが好きであったり。C'est vrai qu'à côté des effets négatifs de la mondialisation, il y a les effets positifs d'apprendre ce qui se passe dans d'autres communautés, dans d'autres pays. Et c'est vrai que quand on revoit ces différentes communautés, on s'aperçoit qu'il y a deux éléments communs qu'on retrouve toujours. C'est une alimentation, comme je le disais, qui est équilibrée, qui est diversifiée, qui n'est pas trop énergétique. Et c'est la pratique d'exercice physique, c'est-à-dire le fait de se mobiliser. Donc c'est essentiel.中本雅宏73歳、現在空手小武道半紙十段。僕は宮里宏で沖縄憲法師範をしてます。年は75歳で沖縄生まれです。アダニア聖介です。現在62歳で、空手は沖縄少林流八段、沖縄古武道八段です。こんにちは、島袋幸信です。69歳、上地流空手道宗家の九段をもらっています。そうですね、沖縄人は小さい時から、空手に馴染んできてますので、自然に、みんなスーッと入りやすいですね。生活様式の中にもほとんど入っています。 L'âge physiologique est différent de l'âge chronologique. L'âge physiologique est le reflet réel de l'état de l'organisme.
Et il peut être parfois très différent de l'âge chronologique qui nous est donné par notre date de naissance. Pour évaluer physiologiquement un système, eh bien, on a recours à un certain nombre de technologies qui sont des technologies de pointe. Et là, dans le cas présent, on a utilisé deux techniques. D'une part, l'IDEXA, qui nous permet de mesurer la masse grasse des individus, sachant que tout au long du vieillissement, en fait, on a une réduction de notre masse musculaire, on a une réduction de notre masse osseuse, on a une réduction de notre hydratation et une augmentation de notre masse grasse. Et ce pourcentage de masse grasse est, lui, un excellent témoin de notre vieillissement et de la qualité de notre vieillissement global. La deuxième chose qui est intéressante, c'est la rigidité artérielle. La caractéristique physiologique d'une artère, c'est sa souplesse. Une artère jeune et souple. Tout au long de la vie, cette artère va se rigidifier et au-delà d'un certain seuil de rigidification, elle va rentrer dans la maladie et commencer à s'obstruer. Le premier maître okinawaïen, qui a 70 ans, a une composition corporelle tout à fait remarquable. C'est-à-dire que nous avons très peu de masse graisseuse, nous avons une bonne masse musculaire et une masse osseuse supérieure à la norme. Pour la masse graisseuse, qui est un facteur de risque important en termes de vieillissement, il faut savoir qu'il a une masse que l'on retrouve habituellement chez un homme de 37 ans, alors qu'il en a près du double. Pour le deuxième maître okinawaïen, je vous rappelle qu'il a environ 62 ans, il a une bonne masse osseuse, et ça c'est lié au type d'art martial qu'il pratique, et il a une masse musculaire satisfaisante. Donc l'apport fondamental de ces arts martiaux okinawaïens me paraît être dans ces éléments de la composition corporelle que sont le maintien de cette masse osseuse et de cette masse musculaire au-delà de ce que l'on peut attendre de leur âge. En d'autres termes, vous avez des gens qui habituellement voient leur densité minérale osseuse diminuer avec le vieillissement, voient leur masse musculaire diminuer. Et là, dans ces deux cas, grâce à ces pratiques d'arts martiaux, on voit qu'elles se maintiennent largement au-dessus des normes et donc jouent sur le niveau de santé et par définition de longévité. Je suis Liu Kuo. Je suis 84 ans. Okinawa Kenjin. Je karate wa Uechi Liu Kei. 昌平流半紙十段三二五毎日の鍛錬ですね、一日も欠かさず鍛錬することが健康保持、そして体を強くすること、精神を強くすることになります。2、8、2、8、3、弱いところを鍛錬することによって、そこを強くする。そして相手のその弱いところ、向こう爪を自分の鍛えた向こう爪、ここは命には関わらないが、相手は立てない状況に持っていく。今向こう爪の鍛錬を百聞一見にしかず、それをお見せします。で、そこはハンマーで叩いて鍛えていきます。今でもそれやってます。10キロぐらいのハンマーで。向こう爪を今鍛えていますので、こっちはミートはなりませんが骨はなります。回しててつま先を行っても、もう相手のね弱いと自分の骨が折れると、そのための骨を鍛えです。いかに骨を鍛えれば、で骨というのは鍛えれば鍛えるほど強くなります。日賀女森生です。年は73歳。
空手の師範をしております。はい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 。稽古の内容によって、また詩によってね、稽古の内容によって、詩によって20代、30代、40代、50代、60代、70代、80代になってもどんどん空手は向上します。決してその書物に書いたり人に大げに読むんじゃないんです。秘伝というのは日常の稽古の中に秘伝習得する道はあります。精神的に安定感が出てくると思います。乱れておったら相手の動きが見えない。心を静かにして常にカームネスの状態にいなければ相手の動きが見えないということです。だから心の平静を常に保てるということは、これはもう武道における強くなる最大の秘密だと思います。私は名前は山川文康です。まだ89歳です。ワイフと二人です。4時15分前頃、そして、4時前に天気予報がテレビの天気予報があります。それから4時のニュース聞きます。それから5時のまた、新聞、5時前に新聞が来ますから、新聞を見て5時のニュースも聞いて、5時40分頃からうちからスタートして、ここの波の上ビーチ来てストレッチングやります。1時間ぐらい、やって、毎日のスケジュールはこんな調子で、朝ですね、L'activité physique a une grande importance dans la longévité humaine. On perd tout au long de sa vie, à partir de 20 ans, sa masse musculaire, et on va favoriser ainsi l'apparition d'un certain nombre de maladies. Les muscles vont avoir un impact métabolique, et en particulier sur les graisses, mais également sur le sucre. Mais pour que cet impact soit utile, il faut aller au-delà de la simple activité physique qui est un faux ami. Il faut être capable d'avoir une activité sportive,régulière et soutenue. Comme naturellement en vieillissant, la densité osseuse décroît, il est beaucoup plus intéressant à ce moment-là, pour lutter contre cette perte osseuse, d'augmenter son activité sportive, et l'on est même capable naturellement de remonter cette densité grâce simplement à une activité sportive.激しい
運動したあと、私今ヨガのクイーンのポーズやります。クイーンのポーズ、腹式呼吸、手のひらを上にする。赤ちゃんみんな手のひらを上にしてるでしょ。私は安らぎは休息、安らぎは赤ちゃんにならえって言ってます。生きてるのは死ぬの怖いんですよね。しかし私は死んだら琉球大学入学します。それは私の屍、死体は献体します、琉球大学に。そして医学生たちの研究材料にしてもらおうと。で、私は今まであんまり社会のためにあんまり役立ってたことはやってないから、せめて死んでからでも私ね、生かさせてもらったその恩礼として献体するのがもう私のできることじゃないかと思っております。Le sport a également un autre intérêt, c'est qu'il va nous aider, en simplifiant un petit peu, à consommer notre cortisol. Et quand on est stressé, et Dieu sait si dans notre société la plupart des gens sont stressés, eh bien le sport va aider à consommer ce cortisol, qui est l'hormone du stress, et donc atténuer
cet effet négatif lié à notre mode de vie. Effet négatif qui, lui, est à l'origine d'un certain nombre de maladies chroniques et qui mène facilement aux maladies cardiovasculaires et au cancer. 私たち戦争をくぐり抜けてきた高齢者にとりましてはね、昔のこう苦しさとか全てそういうのが礎になって、今現在感謝の気持ちで生かされていると、自分が生きているというよりは生かされているという気持ちで生活をしておりますけれども、戦後生まれで今の若い人たちはですね、そういうこうありがたさっていうのを体験してないだけに、感謝の気持ちが欠けてるんじゃないかなと思うんですね。日本全体がそうかもしれませんけれども。On nous dit toujours en France que l'espérance de vie augmente et on sait...habitué à cette espèce de petit refrain chaque année, au moment où sortent les chiffres de l'INSEE, on se dit ça va monter, ça monte, ça monte, ça monte. Eh bien, il faut savoir qu'un jeune Américain qui naît aujourd'hui aux États-Unis a une espérance de vie plus faible que son père. Donc, cette espèce d'espérance de vie qu'on nous promet statistiquement en permanence et dont nous rabâche les oreilles, elle n'est pas du tout automatique.La tendance peut s'inverser et elle a déjà commencé à s'inverser dans d'autres pays occidentaux. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que la santé est un combat. On ne naît pas en bonne santé et on ne va pas rester en bonne santé comme ça. Il faut être conscient de cette chance que nous avons. Il faut identifier nos faiblesses, corriger nos faiblesses et devenir des acteurs de notre santé. Et ce n'est qu'à ce prix-là,qu'on va aller vers une plus grande longévité. On meurt, non pas de vieillesse, mais on meurt de maladie. Si on reste loin des maladies, eh bien quelque part, on fait que la mort s'éloigne. Et c'est en cela que notre espérance de vie va augmenter. Mais donc, vous êtes un acteur de votre santé, vous êtes un acteur de votre longévité.